兼継と刑事を志願するために入銀へ。4年の時を経て義父シリーズ最新作がスマパチで登場。ラッシュ中の大当たりはオール約3000個払い出しに加えて約1500個の上乗せ大当たりを搭載。演出カスタマイズは5つの項目から設定が可能。サウンドカスタマイズでは BGM、効果音、ボイスの音量を調整できる。無音設定も可能となっている。行くぜ。大当たり確率 348.59 分の1、ラッシュ突入率 55%、ラッシュ継続率約 70%、 ラッシュ中大当たりは全て約3000個払い出しに加えて、初当たりでも1500個は3000個払い出し、キータイムが非搭載な分目玉性能に特化している。遊戯中に点撃ボタンを押せばカスタマイズの変更が可能。緑保留きた。男魂に押しとって、男魂発動で演出が格上げされる。男魂をストックしている数だけ格上げする。15% がラッシュ。威風堂々ボーナスは10ラウンド約1500個払い出し。この気は逃さん。シュラチャレンジ。10ラウンド消化後の演出成功で足突入。シュラとなれば。赤ボタン。ラッシュゲット。
濃度。縄文突破で大当たりの戦ラッシュをやってみる。ラッシュの実質大当たり確率は1分の1、継続率約 70%。 大当たりすればオール3000個の払い出し。1回転で決着のバトルタイプ。登場する加熱フルートは熱い。ボタン連打も熱いよ。完全コゲット。
ールする一騎打ちラッシュに変更。一騎打ちラッシュ突入。成果しか。まずは登場するゲージに注目。限度5の松風&ゲージはやばい。羽粒の先制攻撃なら大当たりだぞ。ゲージの攻撃だしピンチの強攻撃だ。避ければ大当たり。食らったけどまだチャンスはあるぞ。起き上がれ。ラッシュ終了時の2ラウンド通常も右打ちで消化しよう。負けちゃったけど4回の大当たりで1万発突破は出玉感がすごい。現在178回転。連続3回まで継続。強い絆で結ばれた2人は悪逆の友として共に戦い、友と共に戦国乱世に大きな嵐を巻き起こす。友との約束。大谷義継武将剣スーパーリーチ大谷義継ブリーチへ発展。男魂欲しいよ。やはりないか。くれてやろう。男魂来なくても人気昇格した。金粒と影勝越後を守る絆。ストーリーリーチ金粒&影勝リーチへ発展。困りました。手前は殿に惚れてござる。殺せということきゃ。わしも構わぬ。我ら二人越後を守る。激アツ演出が絡まなかったけど大丈夫。ダメか、残念。左打ちに戻してください。ご流入障子に効果音プラス点撃ボタンが赤く光れば大チャンスの通常時へのチャンスアップ音で続行。現在
238回転。ヨヨと乗った。制限時間以内。
に鉄線キセル演出発生で大当たり。煽り演出きた。ダメか。3000大当たりの170%継続、圧倒的出玉感。